はい、どうも皆さん、こんにちは。ガクチャンネルのガクです。今日はね、この GSX-S125、2019年式ですね、についてちょっとお話をしたいと思います。このバイクね、実は手放すことになりました。今ね、ちょうど買って2年くらいになります。2年ちょっと超えたところくらいになります。で、距離が2万3000くらい走りました。その中でね、いろいろあったことをね、お話ししようかなと思います。まあ、まずこのバイクの特徴なんですけど、僕は通勤メインで、乗ってたわけなんですけど、なんていうかな、出だしのね、やっぱりね、加速がね、これはもう最初から言ってますけど、ちょっと悪い。やっぱりどっちかというと高回転型にギアの方も振ってたりとか、してるのもあると思うんですけど、スクーターとかに出だしで負けちゃう、ところがあります。これはやっぱりそう、もともとのこのバイクの特性っていうのもあるかもしれないんですけど、僕の体重、あと今も外してますけど、トップボックスとか、乗せて、キャリアもつけてますけど、結構ね、重量が増えてた、っていうところもあると思います。で、なんていうかな、何もつけずにね、本当であれば何もつけずに走ってあげるっていうようなのが向いてると思いますね。で、坂道なんですけど、結構ね、やっぱりね、こう上り坂が急だと、なんていうかな、下手したらローまで落とさないとちょっと登らないっていう時もありました。これは大阪と奈良の県境にあるね、生駒の山、っていうのがあるんですけど、そこは結構ね、急な傾斜の道路、があったりします。なんていうかな、僕が通勤で使ってるような道路はね、こう谷間を塗って走ってたりとか、あと途中一番山頂のとこはもうトンネルでね、飛ばして走れるような道路をいつも通勤では使ってるんですけど、本当にね、山の上まで登って、こう峠みたいにこう登っていくようなところは結構ね、きついんですよ。そういうところはちょっとしんどかったりしました。で、あと多分ね、今から購入しようと思って見てる方も多いと思うんで、僕がね、あったトラブル、ちょっとね、ご紹介もしとこうと思います。トラブルね。で、基本的に僕はメモ帳、iPhone のね、メモ帳の方に全部整備の記録とか、いろんな記録は入れてました。僕が買ったのがね、2019年の2月23末に購入をしました。で、オイル交換とかは基本的に僕が全部やってましたね。いろいろご紹介動画も上げてますけど。で、グリップヒーターとか、キャリアとか、トップボックス、あと、通勤で使ってて、ちょっとね、前のライトが暗いっていうのもあったんで、フォグランプつけたりとか、いろいろしてました。で、トラブルの方はね、最初からなんですけど、時々なんですけど、アイドルが不安定になってエンストをしてました。で、エンスト症状で、ディーラーさん、買ったショップの方に、持ってったら、最初はオイル純正使ってますかとか、オイルの程度ね、そこら辺の問題じゃないですかとか、いろいろ言われてたんですけど、それもね、純正のオイル使ってみたりとかいろいろしたんですけど、改善せずに、で、やっぱり電装系いっぱいつけてるからじゃないですかっていうことで、いろいろ調整しながら乗ってました。だけどそれでダメで、結局ね、最初そのお店の方で、オイルとか以外にね、やってもらったのが2020年8月、だから1年以上経ってからですね、それで、ちょうどリコール作業がね、入ってたんで、それはなんかクリップね、どっかのクリップがなんかダメだということでリコール作業があったんですけど、その時に持って行った時に一緒に、エンジンコンピューターですかね、バイクの場合なんて言うんだろう、要するにコンピューターですね、それを、交換をしてもらいました。で、その時言われたのは、やっぱり最近電装系養蚕つける人がね、いてるっていうことで、メーカーの方もそれに対しての対策用の、コンピューターが
あるからそれにちょっとやり替えてみましょうかということで、でそれでね、そのやつにやり替えました。でそれが2020年8月ね。でそれでもねやっぱりねちょっとねあんまりよろしくなかったんですよ。でその後ね、スズキのバイクだけなのかな、ちょっと他のバイクどうなるか分かんないですけど FI っていうエラーがね出てね、もう全くエンジンもかからなくなってしまいました。でも立ち往生してすごい困ったんですね。でその時に、また、バイク屋さん持ち込んで何日か見てもらって、でその中でイグニッションコイルを、じゃあ変えてみましょうということで、普通はね悪くなるような部品でもないんですけど、このイグニッションコイルをね変えたらね、もう全くこう改善しました。別のバイクになったみたい。だからそこそこ走るようになりました。それがね、やってもらったのが2020年9月ね、にやってもらいました。そこからはね、すごくね、快調に走ってました。あとはね、その駆動、その走りに関係するところで変えたのだったら、オイル交換以外には、チェーンも変えたりはしましたけど、NGK の元デラックスプラグっていうのを入れてましたね。そのくらいです。そんなにいじってないですね。マフラー変えたりとかもしてませんでした。そんな感じでね。だから、エンスト症状悩まれてる、もしね、もうすでに乗ってるユーザーさんがいてるんだったら、一回ね、イグニッションコイルっていうのは見てもらった方がいいかもわかんないです。僕がたまたまね、そんなにね、なんか不良品が出るような部品でもないと思うんで、たまたまだとは思うんですけど、僕の場合はそれが原因でした、最終的ね。はい。ということで、一回ね、ちょっと僕のバイク、ちょっと見ていきましょう。はい。と言っても、もうすでにね、オプション関係っていうか、つけてた用品はね、全部外しちゃいました。フォグランプとかはね、ここら辺に、ステーをつけて、つけてましたね。最初ら辺はね、どうやってたんかな。なんかこの辺りのボルトを使ってね、つけてたりしてたんですけど、ちょっと具合が悪くて、最終的にここに巻くタイプのね、ステーをAmazonで買ってつけてました。それ良かったですね。もしかしたらこういうのをつけてたからかもわかんないんですけど、ハンドルのね、この振動、ビビリみたいなのがね、結構出てたんですよね。で、ここに、一個ね、なんていうかな、なんていうんだったかな、一応こう、なんていうの、つけて合成増すやつね、それをつけてました。ちょっと、言葉が出てこない。はい、そんなのをつけてました。で、他はね、特にドラレコとかも全部つけてたんですけど、そういうのはもう外しましたね。はい、キジマのこうステーみたいなのがあって、それでつけてました。はい。そのくらいですね。だいぶ乗りましたんでね。はい。後ろ回りもね、このエンデュランスの、リアキャリア、これすごくね、良かったですよ。頑丈で。でちょっと前にね、上げた動画でトラックに当てられたっていうので、このあたりね、こういうのはちょっと新しく変えてます。そんなにね、なんていうかな、ひどい当たり方じゃなかったんで、フレームとかは全然いってないんですけどね。このあたり、ちょっと交換してもらったんで、綺麗になってると思います。で、もうチェーンもね、ちょっと汚くなっちゃってますけど、もともとついてたのはちょっとわかんないですけど、もう今ノンシールチェーンにしてますね。この方が、パーツクリーナーとか、そんなんで、ジャバジャバ、洗浄もできるし、灯油使っての洗浄まではしなかったですけど、気軽にね、結構、メンテナンスの回数はする方だったんで、もうノンシールチェーンの方がいいだろうと思って、ノンシールでやってました。あとは、キジマのね、ヘルメットロック。これは、皆さんね、結構つけてるみたいなんで。基本的にね、そんなにいじってはないですね。で、今、距離が 23,161 ですね。やっぱり結構ね、乗ってますね、そこそこね。はい。
こんな感じですね。はい。あと、そうそう、これがね、インドネシア産だったかな、のバイクなんですけど、マフラーね、今ちょっとまたサビが、出てきてると思うんですけど、マフラーは一回ね、液牌から全部外して、自分で塗装はしました。一回ね、サビ落とし、全部、サンドペーパーで磨いてね、はい、そういうのやりました。サスとかは、ちょっとでもここもね、やっぱり2年乗って、ちょっとゴムのとこに亀裂が入ってきてますね。まあでも、サビとかが出てるとかはなさそうですね。はい。ブレーキのパッドとかはね、全然変えてないんですけどね。この前見たらまだちょっと残ってる感じだったんでね。もうこのまま売却ということにしたいと思います。はい、こんな感じでした。はい、まあ、とりあえずね、かなり愛着も出てて、ですごくね、こう、なんていうかな、エンジンのトラブルも収まって、すごい快調にね、走ってくれてたんですけどね、やっぱり今回、まあ、事故にあって、結局、後ろにつけてたドラレコとかも全部ダメになっちゃって、で、まあ、買い替えるっていうのでね、まあ、そのタイミングがあったからっていうのもあるんですけど、あと2年経った。あとは、ローンで払ってたのが終わっちゃったっていうのもあったんですけど。だから、そこら辺もあってね、ちょっと 250cc のバイクに、ちょっと排気量上げてね、乗り換えるっていうことを決めました。まあ、やっぱりね、このバイク、僕の体型とか体重にはちょっとね、向いてないっていうか、そういうのはあったと思います。まあ、通勤で乗ってても、やっぱりちょっとね、速度が出てくるっていうか、パワーが欲しい時にね、こう、アクセル回しても出ないっていうのがね、ちょっとね。で、あとは125なんで、やっぱポイントとしては、まあ、高速は乗れなくて良かったんですけど、自動車専用道路乗れないんですよね。そこがね、ちょっと、時々、遠出したりするときに、ちょっとここ走りたいなっていうのがあったんでね、そういうのは、まあ、2班になればね、高速道路も乗れますし、そういった問題が解消できるんで、まあ、2班にしようということになりました。で、125と2班でね、結構迷う人もいてると思うんですけど、125はとりあえず維持費が安い。で、保険ね、保険でファミリーバイク特約が使える。ね、ただこのファミバイ特約、また余談になりますけど、ファミバイ特約は、値段が下がっていかないんですよね。特約で決まった価格を自動車保険につけるんで。で、今回2班になってバイクの保険をね、単独でかけるわけなんですけど、これは事故しなかったら等級で、どんどん安くなっていくと。等級ね、上がっていって、だからまあ、僕ね、ちょっと失敗だったのは、もうファミリーバイク特約、これ乗ってる時から、もう単独でこいつをかけてしまってたら、今2班次乗ろうと思った時もね、値段が、多分等級上がって下がってたと思うんで、まあ、125今乗られてる方でも、ちょっとね、一回保険はファミバイ特約で行くのか、単独で、その、任意保険かけるのかっていうのはね、一回ね、考えた方がいいかもしれないと思いました。それは思います。あとファミリーバイク特約はね、ロードサービスついてないんですよ。もしかしたらついてるやつもあるかもわかんない、種類によってはね。だけどあるかもしれないですけど、基本的に僕が入ってる三井住友海上はついてませんでした。だからそこら辺もね、一回そのさっき言ってたエンジン止まって全く動かなくなった時すごい困ったんですよ。保険とかの労働サービスも使えないし、別にその何て言うかな、バイクショップとかなんかそんなんでカードクレジットカードの会員になったら労働サービスついてますよみたいなね、あったりはしますけど、僕そういうのも入ってなかったんで、困ったんで、そこら辺はね、一回この125と250
で、そういうのでね、選ぶとき考えてもらったらいいかなと思います。だから、このバイクとしては、面白いですよ。思いっきりこう、ぶん回しながら走るような感じのタイプなんでね。面白いんですけど、まあ、ちょっと不満点はやっぱりそういうとこかなと思います。はい。で、とりあえずね、今の現行モデルに、この GSX ね、まあ、S と R ほとんど、まあ、カウル、フルカウルかどうかっていうくらいの差だと思うんですけど、ハザードがついてたりするのが、現行版ね、変更点、ちょっとした変更点はありますけど、基本スペックは一緒だと思うんで、まあ、買う人はね、なんていうかな、まあ、大体ちょっと今話した話は参考になるかなと思います。であと、今2021年、今年からね、今年からだと思います。鈴木がやってる新車買った時のその特典みたいなやつで、今までね、スクーターとかね、そんなんはね、原付とかは対象だったんですけど、1年間の盗難保険みたいなやつが無料でついてくるんですよ。それに僕が買った時はこいつ対象に入ってなかったんですけど、今年の1月からはなぜか、この、GSX が S と R どっちもだと思うんですけど125、対象になってます。だから買われるんだったら、まあ、新車で買ったらそういうね、盗難保険の1年だけですけど特典が無料でついてくるというね、こともありますんで、まあなんていうかな、人によるけど乗ってて楽しいバイクだし、おすすめ、人によっておすすめできるね、いいバイクだと思うんで、ぜひぜひまた参考にしていただけたらと思います。そしたらね、今日はこの辺で失礼します。さようなら。